1ヶ月後。墓標の数すごいね。キーブレード墓場ほどではないけど、多くのキーブレード使いが亡くなったんでしょうね。うん。そっか。バルドルだけ二つ花を添えてますもんね。お姉さんと一緒なんだね。いいっすね。こういうのいいね。ちょっと来ますね。おお、すごいな。なんか、もういいから退きたいみたいな感じですかね。だいぶ落ち込んでるんでしょうね。そういうこと？こうもうちょっと小さくしたのが、バースバイスリープのあの世界ってことですかね。確かになんか雰囲気あるもんね。どうやって？
兄弟子？聞こえてるんだ。七つの光と十三の闇。うん。どういうこと？なんだ村木君。できればまだこの姿でいたい。え？あ、マスター？マスターオブマスターかな？この言い方、ね、語尾に話ってつける人、知ってるわ。この頃からこういう喋り方してたんだね。なるほど。これがこの人か。はい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 。ゼアノートはかなり見込みありだな。
そうだよね。おお、そういう終わり方？
お前は偉大なキーブレード使いの血脈。うん。偉大な？偉大な？世界を闇から救う特別な子。うん。ん？マスター？私が二度の人生を生きてきた。ルシュか。いや、ん？ちょっと待って。私の親友はその予知書の持ち主となったが、持ち主、ブレインかな。ということはこのおじいさん誰だ？一つ聞いた話がある。いずれ闇や光に、ん？光は闇に敗北し、世界は闇に包まれる。が、運命の子によってその運命は変わる。めっちゃ寝てる。寝てますもんね。
はい、ということで終わりですかね。コングラチュレーションズ出てますもんね。はい。で、あとは、そうね、フリーでやってくださいみたいな感じですかね。はい。お、一回だけね。はい。なるほどね。そう、まあ、ダークロードということでやってきたんですけども、まあ、いかにして、ゼアノートが闇の道に落ちていったかっていう話なんですけど、落ちたっていう感じではないんだよね。やった感じとしてはね。まあ闇をどうにかしたいって思いは多分ゼアノートも他のキーブレード使いと同様にあったと思うんですけども、まあその闇自体がもうなくせないものとして、あると。であれば、その闇自体を支配してしまえばいいんじゃないかと。いうふうに至ったんじゃないですかね。だからまあアプローチの仕方を変えたっていう感じかなとも思ったんですけどもね。他のキーブレード使いと違ってね。で、その制御するためには自分自身が強くなければいけないということで、まあ強くあろうとしたと。で、最後バルドルを切り捨てたのは、その闇をね、支配しきれない、まあ、自分に重ねたっていうのもあるんですかね。っていうのを切り捨てたっていうことになるのかなとも思いましたけどもね。うん。で、メンバーは全員いなくなったね。ねえ。あ、ブラギは生きてんのか。ブラギは、まあ、そうですよね。あの人ですよね。うん。一番近いところで見てたんだね。特等席とも呼べるけどもね。干渉はしちゃダメなんじゃなかったっけ結構近いとこいましたね。で、ヘルモーズ、ウルドとベルカ、そうね。消滅しちゃったんだよね。残念だよね。まあ、ここには乗ってないんですけど、上級生もいいキャラしてたけどね、そこら辺ちょっと残念だったね。もうちょいこう、キャラごとの深掘りというかね、まあ、尺的にしょうがないものはあるのかな。そうね。そこら辺ちょっと残念だなと思いましたね。で、そうですね。流れとしては、エンディング後に、マスター承認試験を受けて、二人で受けて、合格はするけども、正当後継者はエラクスになって、で、あのキーブレードを受け継ぐんですよね。で、ゼアノートは、教室の、なんだ、教壇の上にあった、あ、このマスターが使ってたキーブレードを使って、もらい受けるということですかね。で、そうね。バースバイスリープに続いていくってわけですかね。エラクスもだいぶ変わるよね。バースバイスリープではもう面影ないもんね。髪型ぐらいかな。そういう感じで流れていくというわけですね。はい。で、あと気になってたのが、ユニオンクラスのキャラクターどうなったのかなみたいな。話なんですけど、あの、ブレイン君がさ、最後、あの、脱出して、街にたどり着いて、で、シグルドさんかなと出会って終わってたよね。その後どうなったのかなみたいな、すげえ気になってたんですけどもね。ブレイン君どうなったのみたいな。あ、続くんだ。スマホゲームが続くみたいですね。時間軸は、ユニオンクロスとダークロードの間の時間軸で、だからブレイン君があの後どうなったのかみたいな話になるのかな。そうだよね。マスターオーデンが死をみたいなこと言ってたよね。あなたの言っていたことはこうだったのかみたいな。だから繋がるんだね。で、アクションゲームなんかちゃんとしたゲームみたいですね。できるかな。できるならやりたいけどね。ねえ、ようやくね、追いついたというか、ユニオンクロスとダークロードは気づいたら終わってましたからね。やりたらやりたいですけどね。そっか。だからスクルドとかももしかしたらわかるかもね。他のユニオンクロスのメンバーですよね。はい。まあそういうとこですかね。で、まあ、とにかく人がいなくなる作品でしたけどもね、ユニオンクロスといいね、ダークロードといい。
最後の墓標の数だけやっぱ人がいなくなってるわけですからね。ねえ、すごいなと思いましたけどね。そうね。で、まあ、キャラの、そう、深掘りというかね、もうちょい見たかったなってはね、ありましたけどもね。ヘルモーズとかね、いいよね。結局多分、そんな役回りしてるのが彼だよね。この二人のせいでね。で、ウルドは多分しっかりしてんだよね。まあ、みんなしっかりはしてんでしょうけどもね。まあそこら辺、まあ上級生も含めてね、もうちょい見たかったなっていうのはありましたけどもね。はい、ということでやってきましたけども、これで以上になりますということで、はい、ありがとうございました。